はい、皆さん、こんにちは、リクトルです。さあ、今回はですね、今期2024年花見、いよいよ、最終回らしく来てます。ということで、僕もちょっと前のね、動画では、もう、あまりにね、視聴が遅れすぎてて、リクトの軸歪んでないみたいな、お前どこの世界にいるんだみたいな、ね、コメントもいただいてたわけなんですけど、ようやくね、これもう、だんだんと最新話の方に近づいてきてまして、僕も最終回ラッシュを迎えてるところで、めちゃくちゃおもろいですね。もう泣きまくってるんですけれども、そんな中でもね、今回非常に泣いた、両作。そしてですね、まあ、正直あんま笑いになってないんで、ですね、ぜひね、ですので、これを機に、まあ、この作品ね、まあ、全11話となってますので、まあ、ご覧いただけたらなっていう思い込めてね、まあ、動画を出していきたいなと思います。まあ、この後もね、またいろいろ最終回見ていきますので、もしかしたらまたね、まあ、この後また1本上げますけれども、まあ、感想とかね、いろいろとまた上げていこうかなと思ってますんで、その辺もまたお楽しみに、お待ちいただきます。まあ、いよいよね、また来期も。2024年夏ですね、近づいてきてるということで、まあ、来期は結構ね、ラブコメが強そうだったりするんですけれども、またそういった動画をマネージャーもし撮れそうだったら撮っていこうかなという感じでございます。はい。ひとまず僕は今最終回見まくってるというところなんですけども、今回ですね、話してほんと素晴らしい作品だったなという、アニメ、それが、こちらでございます。じいさん、ばあさん若返るということでね、まあ、大崎漫画原作で、もともと僕自身漫画賞とかいろいろ結果見てますね。漫画賞もね、結構入賞してる作品で、タイトルはね、知ってたんですけれども、メンバーシップのね、方が、入られてる方から、これ面白いですよって原作読まれてる方でね、おすすめをいただいて、その時から最初からね、注目した作品で、1話から非常に面白かったんですよね。ただやっぱそのネタ切れするかもしんない。まあ本当タイトル通り、じいさんとばあさんがある日で若返って、見えたところから、始まっていく。まあラブコメ作品でもあるし、やっぱこの、なんか、変わらぬ愛、っていうのが、いかに素晴らしいのかみたいなのをやっぱこう描かれてるとこでもあるし、やっぱじいさんばあさんっていうことでね、おじいちゃんおばあちゃんが若返るわけで、やっぱそのできることのね、やっぱこう明らかにこう、増えるわけですよね。そんなのやっぱりまた彩られていく日常みたいなのもあれば、やっぱその孫とかね、やっぱその息子とか娘とか、やっぱこの、年を取ったからこそできたね、やっぱその新たな家族たちとの話っていうところもあって、非常に面白かったんですよね。ということで、今回はね、この、最終回11話まで見た、正直切る感想という項で、いつも最初はネタバレなしでこのネタバレありというふうに話していきたいと思うんですけど、ネタバレなしの感想としては本当ね、めちゃくちゃ面白かった、ね。やっぱネタバレじゃない、ネタ切りを正直心配してはいたんですよね。まあ、どうしてもその、まあ、コンセプト的には若返るっていうことで、まあ、若返ったから、まあね、力が増しましたとか、なんか若返ってびっくりとか、やっぱある程度のことは想像できるわけで、この辺の最初は面白いですね。だからね、最初は面白いですね。バカ返ってるじいちゃんってなっていくわけですから、最初は動画内でも面白いんですけど、これネタ切れすんじゃないかと思ってた中で、まあ僕最後に見て思ったのは、やっぱまあ最後の締めくくりがまたね、ものすごくもうめちゃくちゃ泣いちゃったんですね。原作の完結まで本当に描かれたような感じみたいなんですけれども、原作も完結全8巻というね、完結してるっていう作品なんですけど、まあ途中やっぱどうしてもネタ切れるかなと思いながらね、でもやっぱこう、うまくね、いろんなエピソードを描きながら、やっぱラブコメ要素がね、まあ変わらぬ愛というかね、そこのまあ、やっぱこの、なんか、どんだけ時を得ても、その愛情っていう部分変わらない、関係性の変わらないみたいなところ、やっぱすごい胸打たれるんですけれども、結構孫たちとかのラブコメもね、いろいろ展開されてて、この辺がやっぱ面白いね、作品になってたなっていうところで、うまくそのじいちゃんばあちゃん若返るんですけど、そのじいちゃんばあちゃんらしさみたいな、なんか思わず孫に、なんか、ね、おせっかいじゃないけれども、ちょっと協力したりとかね、いろいろ気になったり、みたいな、展開もあって、そこもですね、やっぱ非常に、楽しめたなというところでございましたね。いや本当なんか、まあ、ラブコメ作品としてももちろん楽しめるんですけれども、まあ、日常コメディみたいなところでね、楽しめる、作品かなと思ってますね。ラブコメ好きじゃないよっていう方もね、ぜひね、これ見ると、まあ面白いですし、やっぱなんか笑えるところもあるし、やっぱ感動する話がね、やっぱすごい感動するんですよね。やっぱこの、じいさんばあさんということで、まあ言ってしまったら正直その先がものすごい長いわけじゃないんですね。そのやっぱ若くなったことによってできることが増えたりとか、やっぱその、たくさん生きてきたからこそ深みのあるストーリー、
ーリーとか、まあ、過去の話とかっていうところで、まあ、基本的にはやっぱり楽しくね、ゆるく見てたんですけれども、思わずもうボロ泣きしちゃうみたいな回もね、いくつかあって、そこもね、やっぱ素晴らしい、作品だったなっていうのはね、改めて思いまして、まあ、正直やっぱ配信とかね、海外人気とかなかなか厳しくて、まあ、当初は笑い上がってましたけれども、今じゃあね、じいさんばあさんの話する人いるから、じいさんばあさんの話って言ったら、その本当のじいさんばあさんの話になっちゃうんで、じいさんばあさん若いの話する人いるかって言ったら、全然正直聞いてないんですけれども、間違いなく良作だったし、本当ね、面白かったですんで、まあ、ぜひね、一回、そうか、じいさんばあさん1位にしたこともあったね。っていうぐらいやっぱ素晴らしいね、作品だったんで、ぜひね、これを機に見てほしい、見た人はぜひね、まあ、いろいろコメント、まあ、原作の方は補足とだったらね、いただけたなと、思います。ほんとあったかい作品でしたね。よかった、素晴らしかったです。はい。ということで、これの前の感想に入っていきますね。ご注意くださいというところで、まあ、最終回まで見たネタバレで、まあ、特に最終回のところね、触れていこうかなと思うんですけれども、ネタバレの感想としてはですね、まあ、最終回、まあ、おそらくじいさんばあさんの、まあ、最後っていうところで、まあ、もともとね、ばあさんのその寿命が尽きるっていうところで、じいさんのね、寿命は分け与えてみたいな描写があったんで、まあ、正直そんな、ね、先は長くないんだろうみたいなところもありながら、まあ、やっぱそのばあさんとかもね、まあ、本来はもうね、そのやっぱ先が長くない中で、やっぱできなかったことができるようになったっていう喜び、もうほんと寝たきりみたいな感じになって、まあ、全然動けなかったみたいな話もね、ありましたけれども、やっぱそこやっぱすごいね、やっぱそれによる感動もあったし、やっぱそのまあ親子感とかね、孫たちとの話っていうところでやっぱすごい泣けるところが多かったんですけど、まあ、最終的に、まあ、多分亡くなったではリンゴの木の元でね、まあなんかすごい幸せに亡くなっていくような、感じだったなと思うんですけれども、まあここも正直びっくりしましたね。全然こうなんかいつまでもついていく日常みたいな感じで終わってもいいんですけれども、なんかまあそのまあちょっとある程度はね、視聴者の想像に任せながらですけれども、ラストを迎えていくっていうところで、なんかこうみんなに見とられながらとかじゃない、なんかそこの良さみたいなのもまた感じましたし、それで孫たちのね、50年後みたいな、これまた良かったですよね。また黄金の木、リンゴの木になっててみたいなところの見せ方とかも非常にやっぱ面白かったなというのは思ってまして、思ったよりやっぱそのじいさんばあさん以外のやっぱその孫たちとかをラブコメみたいなとこもね、描いてたらまた良かったんですけれども、やっぱこのうまくあるあるみたいなのも詰め込みながらですよね、ほんとなんか全世代が楽しめる、エピソードになってたなっていうのはすごい、思いましたし、やっぱお姉ちゃんの話とかね、すごいやっぱ泣けるところはね、多かったなっていうのはね、思って見てましたし、やっぱ人生って、生きるって素晴らしいなって、なんか、そう、なんか改めて思わせてくれるような、作品でもあったなーっていうのはね、思いました。はい、もう本当なんか、みんながみんなそれぞれのことをなんかすごい大切に思っているっていうのもあるし、やっぱこの、稲さんとさ、正蔵さんってこう、やっぱ、年を取っても取らなくてもね、この若い時でも今どんだけ年取ってもやっぱ変わらない思いっていうのはそこにあって、なんかそれがすごい素敵でしたよね。なんかその愛とかの形、今恋の形っていうのは、やっぱこう、時を経てもね、形を変えながらもやっぱ続いていくんだな、みたいな見え方がすごい良かったですし、その上でのなんか、そのばあさんが嫉妬しちゃいますよみたいなさ、まあ正直普通だったら考えられない。別にばあさん嫉妬してるかもしれないけど、そんなの見せることはないと思うんですよね。みんなのおばあちゃんも多分。っていうなんか、ちょっとある新鮮な気持ちは、ばあちゃんも嫉妬するんだみたいな見せ方の面白さとかも、だったし、孫たちとかもね、やっぱすごいいい、これは。息子たちもね、またすごい良かったんですけれども、やっぱこう、キャラが、やっぱみんな温かかったですよね。そういう面でもよりね、胸を打たれる、作品でしたし、アイネさんとかめっちゃ可愛かったですよね、やっぱりね。ということで。あ、これ、のぞさんやってたんだ、のとさん、すげえな、演技力やな。はい。っていうことでね。やっぱこう、記憶喪失の、そうか、その話をやっぱ5話をね、週間ランキングでも1位にしたわけなんですけれども、なんか、何度だって、まあ、じいさまを好きになるみたいな見せ方、良かったですし、まあ、やっぱばあさんの姉ちゃんの話めちゃくちゃ泣いたっすね。とか、やっぱ、息子のやっぱそのね、なんか思いやりみたいなところの話も、すごい泣けたんですけれども、やっぱこう、まあ、いろんなエピソードをね、まあ、一番の中に盛り込んでいくようなスタイルだったんですけれども、それぞれのエピソードがですね、やっぱ非常に面白かったようで、やっぱ胸に来るものがね、やっぱ、非常に多かったなという印象でした。本当なんか、
最後まで見た時にもう思わず涙がねボロボロ出てきちゃったっていうところで、あ本当にいい作品だったんだなっていうのを改めて思ったし、やっぱ本当に終わっちゃうんだなっていう、なんか、まあ、結構日常テイストなんでね、どこまでも続いてきそうに見えるんだけど終わりがあるっていうのがやっぱこの作品だと思うんですよ。そういう意味ではまあ描かなくてもいいんじゃないと思う人もいるかもしれないんですけど、僕は描いたことによっての本当の完結だなっていうのもすごい思ったし、まあ50年後みたいな未来でやっぱこういろいろ繰り返されていくみたいなねところもやっぱ良かったなというのは、思いましたし、やっぱ人生ってねやっぱ有限じゃないですか。限られてるんですよね。若返ったって別に時間は絶対的にこう若返る、人生若返るわけないと思うんですが、その時間って絶対的に限られてる中でこうどう生きていくのかっていうのをなんか改めて考えさせてくれるね、深く考えればね作品だったなと思ったし、本当心が温まる、うん、素晴らしい、作品になってたなというところで、本当見事な完結だったなというところで、紹介させていただきましたということで、今回ね、このじいさんばあさん若返る、最終回第11話まで見た、感想動画ですね、以上としたいと思います。最後までお視聴ありがとうございました。皆さんね、また感想とか原作の方補足等あったらまたコメントもいただけますと嬉しいです。で、まあ、また今期もね、まあ、最終回ラッシュということで、ね、冒頭で見ましたけど、動画ね、上げていく作品もいくつか出てくるかなと思いますし、まあ、あとは、ランキング動画等もですね、出しながら、そして、まあ、来期に向かっていくということで、まあ、今んとこなんとか計画通り、で、まあ、コンティアニメを無事しっかり見終えた状態で来期に、迎えるかなとは思ってるんですけども、まあ、気づけばね、もう明日はもう仕事も月末日という、やっぱ今月28が月末だから、なんかすごい僕変な感じがしてるんですけれども、まあ、ちょっとね、仕事の方も立て込むかなと思いますけれども、頑張りながらですね、アニメライフも、楽しくやっていきたいなと思いますね。動画の方も頑張っていきます。よろしくお願いします。ぜひね、この機にチャンネル登録、高評価もしていただきますと大変嬉しいです。ということで、以上となります。あとなんか主題歌もね、このじいさんまたね、そう、いっときギャオーっていうね、まあ、オープニングはですけどね、エンディングとかもね、また笑わせていただきましたね。いやー、ほんと素晴らしい、作品で、完結、お疲れ様でした。制作の皆さん、ありがとうございました。ということで、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。